はい、こんにちは。ムンボーミュージックの加藤吉です。エンジニアの佐藤です。はい、今回ムンボーミュージックお茶の水スタジオからお届けしておりますが、まあ、今回は、まあ、レコーディングスタジオ運営の立場からですね、防音室だったりとか、スタジオっていうものを個人で作りたいとか、まあ、何かこう所有したいとか、まあ、そういったご希望を持ってる方が増えてきてると思うんです。そういった人たちにとって私たちが知り得る役に立つかもな情報をお届けできるような動画にしたいなと思います。最近はね、テレワークだったりとか、ゲーム実況だったりとか、まあいろいろ大きな声出したいなとか、まあ楽器ちょっと弾きたいなっていう人多いと思うんですけど、まあ配信やるのか、ね、歌取るのかによって、ね、どのくらいのことをやればいいのかっていうのも違ってきますからね。防音方法というか、防音室を入手する方法があると思うんですけど、それをちょっとご紹介いただいてもいいですか？はい。4つなんですけど、1つ目が一番簡易的な方法、DIY で、防音室を作る。防音室というか、防音環境を作るっていう感じかな。はいはいはい、部品だったりとか、こう吸音の材だったりとか、そういうのを集めて作る方法がまず一つで、二つ目はもう完成している簡易的な防音室みたいなのが結構売ってたり、調べてる人分かると思うんですけど、まあ、そういうのを購入して自宅に置くっていうのが二つ目で、三つ目がそもそも、工事が可能な物件に対してしっかりと専門の業者に依頼して防音室を作る、弊社の横浜スタジオとか、そうですね、はい、あそこすごい高いですで4つ目は、まあ、結構今ミュージションって呼ばれるものだったりとか、はい、そもそも防音の物件として賃貸であったり売り出している物件があったりするので、できてるところにこう入居しましょうっていうのが、まあ、4つですね、はい、まあ、まさにここ、はい、弊社お茶の水スタジオはこの通りケース4ということになります。居抜きの物件を狙っているということになるわけなんですけれども、僕はあのタイミングで見つかったよね、はい、まあ今回はね、それの経験談とかも含めて役に立つ動画にしていきたいと思いますので、引き続きお楽しみください、はい、お茶の水スタジオ、ここですね。この場所のは、紹介させていただきますけれども、小川町駅より徒歩1分、はい、お茶の水駅より徒歩5分、新お茶の水駅より徒歩2分という、はい、まあ、東京の結構都心部の比較的ね、高立地な場所だとは思うんですけれども、はい、物件としてはですね、新アイビルというね、楽器屋さんだったりとか、はい、まあ、音楽教室だったりが入っている、ビルの4階に 2.2 畳の録音ブース、まあ、5畳のこのコントロールルームという形で、はい、構えているような形になっております。はい、使用用途、まあ、このあたりはちょっとチーフエンジニアの、はい、健太さんの方から、ね。使用用途。主に、このお茶の水スタジオっていうのは声を取る。ボイスを収録するっていうところに特化する目的で使用しています。最近が多いのがやっぱりバイノーラル録音ですね、K900 って顔のマイクを使った収録だったりとか、あと画面を見ながらのナレーション収録だったりとか、あとは本当にアフレコとかですかね、普通のナレーションとかももちろん撮れますし、歌も撮れますっていう感じで、はい、ドラムだったりとかがスペース的に厳しいんですけど、ギターとかそういうのも撮れますっていう形でやってますね。最近は結構ね、このコントロールルームの方にマイクを立てて、演者さんにちょっと広いスペースで使ってもらって、収録ブースの方でエンジニアがオペレートするっていう、ちょっと逆のパターンもね、今できるようになってますので、はい、バイノーラル録音が可能な声を主に特化した MA スタジオということで、はい、そんな形でございます。いよいよですね、スタジオを作るのにいくらかかるのかっていうところを話をちょっとしていきたいと思うんですけれども、はい、ここのお茶の水スタジオの場合なんですが、まあ、主にちょっと4つあって、まあ、まずここ賃貸ですので、賃貸にかかる家賃どうなのっていうところと、それから、まあ、ここ防音済みなんで、あれですけど防音、はい、それから吸音って言って、まあ、防音するとこう音が ね、反射してしまいますので、それを、録音に適した状態にする、吸音というもので、そして最後に録音の機材を入れるという、まあ、4つ費用がかかるものが出てくると思うんですけれども、まあ、それらを今回の私たちのケースの場合いくらだったのかっていうのを、まあ、ぶっちゃけ、まあ、賃料は、まあ、一般的なざっくりと、まあ、20から40万ぐらいの間で多分結構この辺りは物件があるのかなっていうところなんですけれども、防音なんですけれども、ここは結構しっかりと防音された状態の居抜き物件でしたので、そうですね、特別防音の工事をその後さらに入れたってことはなかったので、そうですね、もともと制作会社さんが使ってましたね、はい、ね、ですので0円ということになります。次に吸音なんですが、後ろにこうちょっと、ね、茶色いやつ、はい、布だったりとかスポンジみたいなものだったりとかが貼られてると思うんですけど、そういったもので音をこう 吸収するような形を作るっていう、ものになります。 DIY で結構やることが可能なものでして、そうですね、うちに関しても結構
吸音の部分に関してはじゃあどういう材質素材をどこに貼ろうかっていうのをあのスタッフで話しながら実際自分たちでやっていった形ですね、はい、うん、バイノーラルマイクだと結構やっぱり吸音っていうのが大事になってくると思うので、バイノーラルはそうですね、やっぱりその結構部屋の響きだったりとかがあったり、バイノーラルマイクって本当に部屋の音そのものをあの余さず撮っちゃうので、はい、うん、まあ、その響きがいいっていうスタジオさんももちろんあると思うんですけど、はい、まあ、うちのスタジオの方は結構やっぱりデッドにして、はい、うん、後である程度音声が扱いやすいような形を目指して比較的デッドな環境になるように調整をしました、はい、ちなみにその時に材料費って大体いくらぐらいかかりましたか？20万ぐらいじゃないですか。おう、どんな材質のものをどの程度貼りますかっていうので、うん、まあ大体値段決まってくると思うんですね、はい、貼るのは自分たちなんで、はい、あと結構その貼るためのね、あの両面テープみたいなのを結構ねいいやつ綺麗に貼らないと剥がれちゃったら大変ですもんね。そうそう、剥がれたら大変だし、賃貸だと現状復帰をしないといけないから、あんまり強力すぎるテープだと壁紙までベリって剥がれちゃったりするから、結構その辺を気使って、だテープもいろいろ気使って調べて、はい、まあ、この吸音という部分もですね、もちろん音響会社に依頼することも可能です。35万円ぐらいからなんとかぐらいの感覚なのかな、部屋1個吸音するってなったら、まあ、広さにもよりが、ね、広さだったり、はい、あとその使いたい素材とかによってもいろいろ変わってくると思うので、うん、そのあたりもまあ参考にしていただければなと思います。次は録音機材ということですね、はいはいはい、今回はスタジオの話なので、うん、ざっくりっていうことで、まあ、数百万ってとこですかね。まあそうすんね、本当に卓録のセットなんかはね、数万円から揃ういいのが増えてきてますからね、はい、弊社の場合は数百万かかっておりますはい、いい音でなるべく撮ってもらいたいね。顔だけで100万とかってそうですね、はい、ということになります。ちょっと忘れてはいけない注意点として、賃貸の物件ですので当然ですね、基本的には敷金だったり礼金だったりとか入る時のイニシャルコストっていうのがかかってくると思うんですけれども、さらに注意しなければいけないのが、通常の人が住むための物件っていうのはだいたい1ヶ月だったり2ヶ月分っていうものが多いんですけど、まあこういった防音の物件ってものによっては ここもそうなんですが、商業用として出しているので、事務所用だったり商業用っていう形になると、まあ半年分とか1年分とかね、結構多い額をしっかり取られてしまうところがありますので、頭で100万円以上かかってしまう可能性が高いっていうところも、一つ注意点として、挙げられる。一回その初期費用をもう一回ちょっとおまとめさせていただきますと、はい、まあ敷金礼金とかまあ100万以上が相場なのかなっていう状態です。で機材費はまあピンキリですけれども、弊社の場合は数百万ぐらいを投入しましたよという形になってきます。はい、でこれに毎月の運用費というのがかかってくるわけですね。賃貸料金はまあ相場としてはまあ都内だと20から40ぐらいの間でいろいろ、まあね、広さとかにもよりけりで、はい、ピンキリであると思います。はい、それからですね、光熱費。はいはいはい、はい、まあ電気代ですね。そうですね、商業の物件なんでちょっとやっぱ家庭のよりはかかってくる印象はありますね。でそれからまあインターネットとか、うんうん、結構インターネットやっぱりあった方がいいのかなって今結構マストじゃないかなと思っていて、はい、ね、うん、リモートでねいろいろやったりもするし、はいはい、この辺も含めてまあちゃんと、検討していただくということになります、うん、はい、でもまあそんなもんか、毎月かかるのは。もうあと大御所のエンジニアとかを雇って入れたら月に人件費何百万か。それは今回はちょっと人件費の話は割愛させていただきます。はい、はいはい、じゃあここの物件は探した時どうだったのかっていう体験談いきたいと思います。ちょっとまあね頑張りましたよね、はい、非常に大変です。なんでかって言ったら物件として絶対数が少ないから、うん、防音の物件ってものすごい少ないです。そうですね。はい。ね、ということで、まあ大体その不動産屋さんに、録音スタジオやりたいんですけど、防音の物件で、まあ部屋が2部屋にできれば分かれていて、まあ月30万円前後とかで、そんなので物件あったりしますかっていうと、まあほとんどはですね、まず。はぁすいません、見つかりません。はぁとは言われないけど、っていう一声目は結構聞いた。だいぶ辛い感じになりますね。そこがちょっと大変なところでありますけれども、はい、防音スタジオ系統の不動産屋さんも存在するわけですね。まあ弊社も実はですね、そういった不動産屋さん、防音物件を扱っている不動産屋さんに何かいいのがあったら連絡くださいって形で電話をさせていただきました。でそうすると後日
入ってきた情報を随時送ってもらって内見が始まるわけですね。ちなみにですね、このスタジオはもう寸前まで別の業者がやってましたので、内見行った時はその仕事の最中に見させていただきました。そうですね、もう、いろいろ回れるところ行って、いろいろ悩んだわけですけど、はい、じゃあ悩んだポイントっていうのが一体何なのかっていうところを話していきたいと思います。一つは立地ですね、正直僕の中で立地が結構一番大きい、一番大事って言ってましたね、多くの方が録音しにいらっしゃるわけですね、ディレクターさんも関係者の方、そして声優さんも、やはり都内で、とにかく駅地下でと、まあ、演者さんのね、あれも大事だし、いろんな人が関わる案件って、ちょっと来て、挨拶して、すぐ帰りますとか、はい、やっぱりそういうね、結構頻繁に出入りしたりとか、はい、サクッと来てちょっと見て帰るとかっていう状況もなるべくやりやすい方がいいよねっていうので、立地は結構考えましたね。考えましたね。そして、まあ当然ですけど、防音レベルですね、はい。はい。防音がしっかりしている。どの程度のレベルの防音かというところです。うん、はい。うちとしてもかなり高い防音レベルを要求しました。島内うっせえですからね、結構本当にね。ありがとうございます。最後がね、これはもうちょっと健太さんにちょっとぜひちょっとお話を聞きたいところってか、大変だったなっていうところ。コントロールルームとブースと2部屋ある設計という。ああ、はいはい。そうですね。やっぱ結構うちは見て回った時に1部屋防音室ありますっていう物件多かったじゃないですか。多かったですね。うん、でとはいえうちはやっぱりその外貸しというかね、エンジニアがついて、オペレートして撮ってあげるっていうスタジオを探していたので、一部屋だとエンジニアの声だったりとかも入っちゃうわけですよね。パソコンのファンの音とかも、ね、そうですね、ファンの音も入っちゃうし、うん、何を収録中にエンジニアも、要するにディレクターがいる場合ディレクターもくしゃみ咳もうすべてしちゃいけない状況で収録をしなきゃいけない。もう候補に上がったところで一部屋いいなっていうところはあったけど、一部屋だったってことで諦めたっていう物件も多々ありました。一部屋だったから区切りの壁作れますっていう相談したことあった。そうそうそう。あとは気をつけなきゃいけないのは換気扇のノイズとか、トイレのね、水の流れる音って意外とこう設計によって入っちゃうこととかもあったりするので、結構うちの僕の先輩のエンジニアも自分で物件探して、はい、その人も探してる時に、あ、ここいいなってなったんだけど、トイレを流した瞬間に絶望したっていう話を聞いたから結構シビアですね。そうですね。なので水回りとか空気が流れるとか、そういった流れるものっていうの音は必ずしっかりと内見の時にチェックしてください、うん、そういったことを考えると、もうとにかく内見してタイミングを待つしかないです。もう時の運なので、まあ、気長に探してみるっていうところが大事なのかななんて思います。結構こまめに連絡入れた方がいいです。割とね、連絡が抜けてたりするんですよね。で、こっちも そういえばどうかなと思って電話した瞬間にここがどうやら出ていくっていうのがあるんですけどっていう話を、もうたまたまのタイミングで捕まえたんですよ。不動産屋に つきまくってください。つっつきまくって。無事にじゃあ物件が決まりました。はい。で、そっから、まあ内装とか設備を入れていくわけなんですけど、うん、正直もう物件が決まった段階で、かなりもうイメトレできてるというか、基本的に悩むことはほとんどなかったです。と思うやろ？あら。やっぱここに穴開いてないし、こことここの部屋は繋げないし、これやりたいと思うとこうしなきゃいけないよね、みたいなのが、出続けます。やっぱり。どういうことをやりたいかっていうのをあらかじめ想定して設けるとよりいいかもしれないですね。うちの場合は入居してから、物件借りてからこれもやりたいね、あれもやりたいねっていうのが結構出たので、はいはいはい、その度に、リニューアルを今でも繰り返してるっていう、それによって結構大変だったっていうところがまあでも楽しいっちゃ楽しいんですけどね、はい、まとめますと、部屋に最適な吸音、それから、機材のレイアウト、運び込みですね、それから配線、まあ、キューボックスだったりディスプレイだったり、うん、まあ、そういったものを配線していくっていうのが、まあ、主な設備の運用ということになっていきます。実際に運用していく中で、これが必要だなとか、いろいろ出たところに一応対応しながら、うん、運用を進めていくという形になるわけですね。はい。ゼロベースでスタジオを作りたいとか、どれぐらいお金かかるのかっていう話をしていきたいと思ってます、はいはい、防音レベルをどうするかってところから考えるわけですよ、うん、業務用スタジオクラスの防音レベルだと思います、うん、じゃあ最終的ですが、ざっくりですよ、ざっくりですけど、